太郎と、そう、俺の職場の一期下の高太郎の高校と同期、同級生。今戻れすぎた。ときめいてんじゃんお前。やばくない？やっぱ。そっちじゃん。え？だ男にときめいてんじゃん。だから。ときめかないよ。ときめいてたじゃん。女の子大好きだよ。そういうこと言うやつは怪しいんだ、大体。そういうとこ怪しい。わざわざそういうこと言うやつは怪しい。俺男好きなのかな、じゃあ。男好きじゃないと思うんだけどな。自分の胸に手を当てて考えてみろよ。あー、ナイス。でもやっぱり女好きですわ。何は？女の子好きですわ。よし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 。あれ足大丈夫？足治った。治った。よし。不死身だな。あれ？あれ？あれな。すげ。じゃ。さんはやる気あるのか？何？やる気はまんま。あの女の子を最後映せなかったら、マジで怪しい関係だと思う。そう。そう、怪しい関係だ。誰が撮ってんだろうな。確かに。店員とか。店員照らせるみたいな。誰の見て、すげえ横並びに乗って。うわ。交代しなさい。交代しなさい。きつい、あの。ねえねえ、入らないシュート。雰囲気大事なのは実況してたんだって。オーバーヘッドちゃんと視聴者はオーバーヘッドすんだなって。いやないぼ、これめっちゃないぼ。地面に背中を擦りつけて、擦りつけて、すごい図が低いフットサルプレー。そしたらウィンターカップ決勝だぞ。見に行かなくて。バスケットだ。今日よ。今日女子決勝かな。今日男子準決勝。全然見てないですけど。YouTube で YouTube に載ってるよ。YouTube。バスケも面白い。バスケやりたくない。バスケ面白い。音が映さ似てるんだよ。確かに似てるわ。似てる。なんだかんだルールも2つ似てるしな。似てますよね。クォーターは4つだけど、一番近いのってハンドボール。いやバスケでしょ絶対。サッカーよりバスケの方が近いし、どちらかというと。昔でやるバスケのやつとかめっちゃ分かりやすい。確かに交代の仕方とか一緒ですか。ファールがちょっと違うけどな。バスケはな、持てる時間が決まってるからな。何秒？20何秒だった？24秒です。24？ 何だった気がする。そういうテストしたわ。バスケのテスト。スラムダンク試合しか知らない。スラムダンク。回ってますよ、そこから。もう黒子のバスケしか知らない。時代が違う。黒子のバスケしか知らない。あとは40秒です。
これオーバーヘッドでしょ。ヒールがリードしてくれてるから、わあわあ悪くない。黒先勝ってます。そう、黒俺らに勝ったじゃん。赤に、ね、俺らが赤に勝ってば、まあまだワンワン。おお。まだまだ。